やっとやっと5類に移行になります。新型コロナウイルス。まあ、改めてね、確認ですけど、5類になるとどうなるのってことなんですけど、今、今までがそもそも2類だったっていうのをね、あの、2類そのものが分かんない人もいると思うんですけど、感染症って分類が、ま、ざっくり5つあるんですよ。1類、2類、3類、4類、5類となって、ま、えっと、1類が一番、あの、危ないやつですね。 例えば、エボラ出血熱とか、ペストとかですね。もう、かかったら、かなり死亡率が高いものは1類。2類は、感染力が高くて重症化リスクも高いもの。結核とか、SARS とかですね。で、えー、っと、3類になると、まあ、コレラとか、チフス。4類になると、サル痘、えー、大熱、狂犬病。 そして5類は季節性インフルエンザとか、まあ、梅毒とかっていうもうずっとね、まあ、これはもうウィズですね。ずっとあるからしょうがないよねっていうものなんですけれども、えっと2類と5類で一番大きく違うのはトラッキングが違うんですよね。保健所への、えっと、毎日の報告が必要なのが2類で、で、えっと5類になるともう報告は必要ないですね。 で、病院もどこでも受けられるし。で、今回に関して言うとですね、実は2類に、類以上だったんですよ。コロナって2類じゃなくて。新型インフルエンザ等感染症と同じ分類。要は2類以上の厳しい対策をやってきたんですね。 まあ、例えば、感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、自宅待機してくださいという原則。もう原則ってすごいよな。誰も責任取んないですね。<laughs> 言ったかんねってやつね。別にあの、強制力ないんだけど。あとはマスクね。マスクもこれお願いだったんですよね。別にしなくてもいいんですよ。お願いなので。でもなぜかもうね、飛行機とかはしてるだけで降ろされて、法律で罰せられるっていう。まあこれがね、二類じゃなくて二類以上。 緊急事態宣言もそうですよね。緊急事態宣言って言って飲食店は8時までしか営業しちゃダメとかってやってましたけど、あんなの2類でやっちゃダメなんですよ。今回は2類以上で特別だからね、何でもやっていいんだよっていう。いや、いや、ほんとそうですよ。何でもやっていいんだよっていうルールにしたの。特別に。で、それをやめます。 今までのように、あの理不尽な飲食店、ね、飲食店は8時以降営業したダメとか、誰も納得いかないよね。8時以降にウイルスがすごい元気になんのかいっていう感じで。全く意味ないですよね。だって、7時とか営業してるわけですからね。全部止めるわけでもなく。でも8時以降はダメですって、まっ 全く科学天気根拠のない、まあ、マスコミ対策とか、あのー、頭の悪い国民対策ってしかないっていうね本当に誰が聞いても分かりますよねこんなのねもう子供たちだってねなんで大人たちは普通に飲み食いしてるのに私たちはあのー、黙食なのとかねでしょ大人喋ってますもんね子供たち今でも黙食やらされてるんだってパーテーションとか置いて 友達と喋らないでくださいって言われてるらしいけど、ねえ、外のレストランみんな喋ってますよね。まあ本当におかしなことがあったので、まあ今回のね、新型コロナウイルスの対策はもうしょうがないですね。しょうがないっていうのはどういうことかというと、もうおかしなことしかなかった。もうこれも言い切ります。こ <laughs> れ誰もなんか文句言えないというか、みんな心の中で思ってるけど、言ったってどうせ聞いてもらえないって諦めただけ。ただね、 僕はあの感染症のあの研究者でも権威でもないので、もうそのことは言ってもしょうがないと思ってるんですけど、僕ビジネスマンなんですよ。ちゃんと自分で稼いで、まあ社員の生活とか、自分の家族の生活とかも、責任がある立場なので、ビジネスで諦めるわけにいかないんですよ。もう感染症対策は諦めますよ。僕政治家じゃないし、専門家じゃないからもうしょうがない。 もう政治家でも専門家でもこんなおかしなことをやるときに僕みたいな専門家じゃない人間が何言っても聞いてもらえないっていうのは分かってるので諦めますがビジネスは諦めるわけにはいかないえそういう立場の人間ですまあそんな中ね僕が一生懸命学んでる仲間もとにかくコロナの最中挑戦した人いっぱいいました まあ、例えば、このボイシーのスポンサーもやっていただいて、すごく全国的に有名になった方の一人、山本隆二さんですね。日本一たい焼き。このたい焼きは、日本一たいで有名になりましたけども、もうなんかね、ボイシースポンサーやってから、日本、日本一たい焼きやりたいんですけど、どうしたらいいですかって山本隆二さんに連絡が何件か行ってるらしいんですが、一応言っておきます。山本隆二さんは、フランチャイズオーナーであって、フランチャイズ本部ではありません。 ただね、日本一大焼きって直営店が確か6店舗ぐらいなんですよ。で、山本隆二さんはなんとですね、今12店舗、今度13店舗目オープンです。本部よりも店舗数多いんですよ。じゃそれいつからかっていうと、コロナ中に店舗を増やしたからです。7店舗開けました。コロナ中にです。なぜかっていうと、コロナ中チャンスがいっぱいあったからです。 ま、郊外のドライブスルーのような立地のお店がバンバン潰れたんですよ。で、そこがどんどん不動産屋さんも困ってたから、家賃を安く交渉できたんですよ。そこでどんどんお店を増やして、えー、6店舗だったところから、あ、5店舗だったのかな ?12 店舗だから現在はね。一気に2倍以上にしたんです。コロナ中に挑戦したもの。 代表例として、まあ僕の仲間で言うと山本隆二さんという方がいらっしゃって、まあこれ以外にもいっぱいいます。 あの、ニックネーム、吉人って呼んでる、細野隆さんとかね。もう彼もコロナ中にどん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 チャレンジして、まあ、若手、20代の人たちを独立起業させる準備としての、独立準備用のフランチャイズの仕組みとかを作ったりとか、沖縄に、えっと、ブライダルの事業で進出したりとか、一般的にはコロナの最中、沖縄みんな死んでたんですよ。ブライダルみんな死んでたんですよ。それをコロナ中に仕込んだりするんですよ。 やっぱね、僕の周りにはそんな風に学んで学んで挑戦して挑戦してコロナ中だからこそチャンスを見つけて動いた人たちがいるのでコロナの最中に今は耐える時だってやった人たちがこの春コロナが2類から外れて5類になって一気に経済が復活した時におそらく死に耐えていく中を学んで挑戦した僕たちの仲間は どどんんん前進してていくんだろうなってことはもう予想できます、えー、そんな中、えー、僕のオンラインサロンカモビズでも活躍しているし、えー、僕の講座いっぱい受けてるのはビジネスユーチューバーの学校も受けられてビジネスインフルエンスマスターコースっていう超少人数のね一番高額のセミナーも卒業されて、えー、この春いよいよ 本も出版することが決まった竹永美希人さん。まあ2万人の孫を育てるっていうですね、とんでもない大きな夢を描いて本当に具体的に行動してるすごい方です。あ2万人の孫っていうのは不妊。 えー、子供、お子さんに恵まれなくて悩んでるお母さんに対してですね、他の病院ではダメだった人に最後の最後に諦めずに頑張ろうよと言ってどんどん妊娠してもらってるすごい方なんですけど、まあ、その方がね、えー、カモビズ、オンラインサロンカモビズの紹介文書を書いていてくれた内容が本当に素敵な内容だったので、えー、ボイシーリスナーの皆さんにも関係ありますから、ちょっと紹介しようというふうに思っております。えー、ここからは竹永みきとさんのメッセージです。 この春コロナが一応インフルエンザ並みに設定されますこの作られた疫病騒ぎの3年間から新しいフェーズに移るわけですが世の中はもっともっとここから激変しますあなたは準備ができていますか僕はこのコロナ禍の中飛躍的に伸びました YouTube、Instagram、v o y s でひたすら発信し 総フォロワーは3万人に。妊活業界ではまずまずのインフルエンサーです。この春には僕の妊活情報の集大成の本の出版もします。当然ながら患者さんも全国から集まり、この3年間での妊娠報告は1500人以上。僕はもともと職人肌で経営能力がなかったので、4年前までは何度も 閉院する危機がありました。それがなぜここまで V 字回復しつつあるのか。答えは明白です。学んだからです。日本人の社会人の1日の平均勉強時間たったの6分です。95%の人の勉強時間が0。5%の人の勉強時間が160分。だから平均6分ということです。 大半の人は勉強していない。本も読んでいないということ。もうすぐ僕は64歳。子供の頃に聴いていたビートルズの Fanny 6-4。その年です。当時の感覚で64は完全に老人。歌の歌詞にある通り r o s イ i n g My Hair にはなりましたが、気持ちは10代のあの頃と一緒。多分見た目も64歳には見えないと自負しています。 何が言いたいかといえば、年齢は関係ない。学べということ。人生楽しく豊かに暮らしていくには、学びと実行だ。学んだら動けということ。それができない人、約95%の学習時間ゼロの人。間違いなくいろんな意味で、2023年はこの学んでいない95%の人は死にゆくでしょう。 死にたくないなら今すぐ、どこで、誰から、何をどう学ぶかですえ。僕はラッキーにも、いや、必然的に鴨頭良人という人に出会い、彼のもとで学び、彼の言うことをただひたすら真似してやっただけ。そして、これからはどこで学ぶかが大事。今までの人間関係の中で居心地はいいかもしれないが、あなたの周りの人間、友人、家族は、あなたと同レベルなんです。 あなたが5%の毎日3時間近く勉強している人の中にいれば未来は開ける。この未来が明るい5%に入りたいなら僕が学んだ場所にぜひ来てください。そして移動中にゲームしかしていないならその時間本を読んだりボイシーなど耳からの勉強をすればいいと思います。テレビのくだらないフェイクニュースに一気一遊するような時間を YouTube で学んだり 本を読めばいい。学びの場に参加すればいい。今ならまだ間に合います。あなたの未来が明るくなるために一緒に学んでいきましょう。学んでいる人は自分自身が学んでやっぱり未来が良くなっているし、未来が 楽しくなっているから一緒に学びたいっていう気持ちでこんな発信をしてくれているんだと思います。あの、ありがたいことに僕はね、ずっと12年間教育業として情報発信をやり続けていきました。まあ、おそらく SNS の発信量は教育業界では日本一だと思うんです。おかげさまで周りには学ぶ大人がいっぱい。 ま、今日紹介した竹長ミートさんのように僕より年上の方でも本当に素直に一生懸命学んでらっしゃる姿はかっこいい。美しい。山本隆二さんとか細野隆史さんみたく40代50代でもゴリゴリに挑戦してる人はやっぱり素敵。生き生きしてる。えー、そんな人たちに囲まれればあなたも自然に学ぶ方が楽しい。 未来に対してワクワクする方が多いっていう風に変われると思います。えー、僕はそんな仲間を今とにかくたくさん周りにいて幸せだし、もっともっとそんな明るい未来にワクワクする大人を増やしたいなと思って活動しています。えー、いよいよですね。 オンラインサロンカモビズという、もう僕の周りで学び続ける人は講座を受けてもカモビズ、カモビズから講座っていうふうに、実はカモビズが中心となって動いております。カモガ人に触れたい、学びたい、カモガ人の周りにいる人に触れたい、絡みたいっていう人はカモビズでございます。 このカモビズは月の初めの1日2日3日だけ入会できるオンラインサロンになっていますが、このチャプターに LINE の URL を貼っておきます。こちらの LINE で、まあ、 順番待ちという登録をしておけば忘れることなく1、2、3の3日間で入会手続きにたどり着けますし、それ以前にね、あのカモビズってどういうとこかっていうことを僕が紹介している、ちゃんとしたこう説明をしている動画とかも送られると思いますので、えー、ぜひぜひ今学んだ方がいいよな、未来ワクワクしたいな、ビジネスブレイクスルーさせたいなっていう方はもうね、全員このオンラインサロンカモビズの LINE に登録をしておいてください。 それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー。